言われたところでマスバイね、お願いします。海の口過ぎてからね、あっさり、まあ誰か太鼓叩いてくれてるね、この、そうそう、交代でね、やってくれるだよ、はーい、黒さん天気が良ければ良いね、晴れてるいいけど、ちょっと曇っててね、しょうがないから、これは自然だからね。快速リゾートビューふるさと南小谷行きです。次は海の口に停車いたします。 Ladies and gentlemen, welcome aboard the Resort View ふるさと Rapid Service bound for 南小谷。 The next stop will be 海の口。ご案内いたします。先ほどに引き続き前より2号線の展望室にて、モンペの会の皆様による民話の語りをご披露いたします。2号車にお集まりいただくか、車内放送でも放送いたします。なお、車窓からの眺めをお客様にゆっくりとお楽しみいただけますよう、途中の美濃駅、柳田スキー場前駅で一旦停車いたしますが、ドアは開きません。語りに耳を傾けながら、信州の美しい風景をお楽しみください。それでは、モンペの会の皆様、よろしくお願いいたします。山々はもう初雪も降りまして、
7回振れば里にも降ると言われておりますけれども、だいたい3、4回降ったと思いますね。いつもでしたら、まあ、15日頃には1回降るところかなというところですけれども、今年は暖かくてですね、雪もまだ降っておりません。北くずとか蓮華、赤沢、鳴沢、岩小屋沢、この3つの山々のところに黒部ダムがあるところでございます。爺ヶ岳とか鹿島槍、それぞれが見えるところでございます。ダムもですね、大町ダム、七倉ダム、高瀬ダムと3つございまして、もう紅葉の時期はですね、絶景でございました。もう紅葉の木々もたくさんございまして、赤黄、それから常緑の緑と素晴らしい絶景の場所でもございました。この先進行方向左側に3つの湖が木崎湖、中綱湖、青木湖の順に見えてまいります。今左手に、木崎湖が見えておりますけれども、西名の西名三湖と呼ばれております。それぞれの湖の向こう岸には糸井川から松本に至る全長120キロと呼ぶ竹二街道が通っております。この道を塩の道と呼ばれておりまして、越後の上杉謙信が甲斐の武田信玄に牛馬の隊列を整えて塩を送ったという。Ladies and gentlemen, we will soon make a brief stop at Uminokuchi. The stop after Uminokuchi will be Hakuba. どうぞご覧くださいませ。左の手に見えておりますが、これ木崎湖でございます。夏は湖上でウィンドサーフィンとかカヌーが、空には山から飛び立った パラグライダーですね、この彩りを添えて、後半ではキャンプなんか、サイクリング、ウォーキングと、湖の周り散歩のお道がございまして、四季折々歩くことができます。またこの道のところにですね、アニメのお願いティーチャーの聖地がございまして、昨年は10周年を迎えております。若者たちがだいぶ集まってきて楽しんでおります。左進行方向です。後ろの後方の方ですね、ちょっと飛び出たところがございまして、そこのところがですね、木崎湖対岸に森城という城がありまして、戦乱の時代の物語があります。荒れた西名の里を守ってくれた阿部の五郎丸定孝に、木曽の義仲の次男義重が隙を狙って攻めてまいりました。五郎丸定孝は湖に潜って対岸へ逃れようとしましたが、日頃可愛がっていた犬と鶏が後を追って湖を渡っていったのです。それが敵に見つかって泳ぎ着いた海の淵で、五郎丸は敵に撃たれて最後を遂げました。その夏の初めに大雪が降るなど、おかしなことが続いたので、恨みを飲んで死んだ五郎丸の霊をなだめるため、湖の岸に祠を建てて五郎丸明神として祀りました。700年後の今に至るまで五郎宮として地元の人たちに大切に祀られております。私は海の口の左側の左手の皆様方もですね、この間のお獅子のお祭りを見ましてさせていただいてるんですけども、ああいうのをお祭りとして地元の方は霊を休めたりいろいろしてるんだなって感じました。
もう少ししましたら海の口 の、 あの駅となりますが、すぐ前方方向の左手の方ですね、大きな木がございまして、その根元のところに祠が祀ってございます。お願いティーチャーで、この駅のところに若者がみんなあの暑い夏なんかの寄ってきて、みんなあの語ったり話したり歩いたりというあの拠点となっております。今日はどうでしょうかね、若者たちがいますでしょうかね。よくあのこの電車にも乗ってきてくださいまして、あのおやみんな降りちゃうねなんていうくらい若者が来てこうあの、うん、遊びに来ている方もございました。船も浮かんでおりますね。ではあのここで、オルゴールをあの聞いていただきます。このオルゴールはですね、専門のオルゴール用の紙にパンチで穴を開けて、そしてあの、うん、とボックスに入れたあのあの回すことによって音楽も奏でるということです。ご覧になりたい方はどうぞ前方に来てお聞きください。あ、もみじの曲です。どうぞお子様方どうぞこちらへ来てご覧ください。この大きな木のところ、根元のところに祠がございまして、700年前の皆様方、えらい目に遭っちゃったんですけども、地元の方が犬も、鶏も飼わなんて、待って、あの祠でもって、霊を慰めて、まだにいるそうでございます。Ladies and gentlemen, welcome aboard the Resort View Furusato Rapid Service bound for Minami Otani. The next stop will be Hakuba.山が見えなくて残念だったんですけども、あの鹿島槍ヶ岳という山がございまして、有名ですけど、あのご覧にならないんですけれども、ご存じの方もいらっしゃるかもしれませんね。そこの、鹿島槍ヶ岳のところにですね、角根里設計というのが ありますというか、ね、あの公認されたわけではないんですけど、鹿島槍の雪の設計氷河について学会が調査されて認められれば氷河ということになりまして、富山学研のある3点ございまして、この大町市から見られる鹿島槍ヶ岳が認められれば4例目として認められるといいますかね、氷河っていうことが分かったということで、今研究会で、やっているそうでございます。
進行してまいりますと、中津の湖が見えてまいります。全長ですね、木崎湖の半分の大きさでございます。中津の湖、周囲2キロの小さな湖ですけれども、オールシーズン魚釣りのフィッシング場所でございます。ペラブナとかマブナとかウグイなども釣れるようです。また冬には氷の上でワカサギの穴釣りもできるということでございます。またここは景色がとても良くてですね、画家がよく来まして絵を描く姿も見ます。毎日のように本当に釣りをしている方がいらっしゃるそうです。横すぐ横のところご覧になっているスキー場がございますね。このスキー場も結構上の方から滑ってくるとてもいい場所でございます。またここはですね、周りに大山桜の花がいっぱい植えておりまして、本当にお客様が見えて、この桜を見に来るお客様多いようでございます。大山桜というのは色が濃くてですね、とても今日の綺麗な有名な木でございます。ここを通りまして、また湖が過ぎて、もう少し進行してまいりますと、左手の方に今度は青木湖という湖が見えてまいります。この青木湖はですね、とても大きくて深い湖ですので、水の色がまた違います。波のない穏やかな日は鏡のような湖面に白馬連峰が映し出されて、北アルプスの鏡と称えられております。またその静けさから試作の青木湖と呼ばれています。ご覧くださいませ。ずっと前方の方に白馬槍の山々が見えるんですけど、今日はちょっと見えないですけど、この湖の見場がございまして、どうぞお聞きくださいませ。青木湖の主、昔々仁科の里に深い大きな湖がありました。この青木湖ですね、この湖の西のほとりに百姓屋があって、大層立派な赤牛が飼われていました。やがて赤牛は子牛を産みました。その子牛もなかなか良い赤牛でした。ある日のこと、子牛は湖の反対側のほとりの百姓屋に飼われていきました。親から早く離された子牛は夜になると母牛を慕って悲しい声を上げて泣きました。もうもうもう、静かな夜のことなので、母牛は子牛の声を聞きつけてすぐに子牛のところへ行こうとしましたが、小屋には遠いマセボウが渡してありました。その間に首を入れたり出したりしましたが、出られません。また子牛の声が聞こえてきました。母牛が子牛小屋の中を歩き回っていると、もーん、もーん、子牛の悲しい声が続きました。次の日、母牛は百姓に惹かれて遠い田んぼから藁を運びました。母牛は子牛のことが気になっていたのか、じっと子牛の声が聞こえてきた方を見ていました。その晩は月夜で、
湖もぼーっと鈍く光っていました。母牛がまた子牛のところへ行こうと出口を探していると、母牛を呼ぶ声が聞こえてきました。いたたまれなくなった母牛は思いっきり背中を丸めると、何度も何度もマセボウに体をぶつけました。しまいにマセボウはカーンと弾き飛ばしされて、戸口から母牛は一気に外へ出ました。そしてもー子牛に向かって大声を上げると、ジャバーッと湖の中に飛び込みました。対岸に向かってまっしぐらに泳ぎました。ところが真ん中あたりまで来た時に、母牛は力尽きて湖の底に沈んでしまったということです。青木子はまた何事もなかったように静まり返りました。このことから青木子の主は赤牛だと言われるようになったということです。はい、ありがとうございました。オルゴールをお聞きください。予習です。分水嶺でございまして、ここで分かれた大町川の水は西名山湖を経て高瀬川から西川、筑波川、信濃川となって再び日本海で巡り合うことになっていくそうでございます。また標高も高いところでございまして、もう豪雪地帯でございます。もうあの雪がちょっと降り出しますと、ここの辺は車での事故を滑ったというその事故で、とてもあの運転手は大変なのところでございます。また進行方向右側、今度右側ですね、国道下に広がる杉林の中には、白馬村から日本海に向かって流れる姫川の源流がこんこんと湧き出しておりまして、日本の名水泉に選ばれております。またその手前には親子と親子の親という字と海と書いて及び湿原と呼ばれる湿原が広がっております。春から夏は今の時期といいますかね、もう過ぎてしまったのでこの時期ですね、450種類にも及ぶ可愛らしい野の花が咲き乱れております。あとまあ村にお越しの際はぜひお立ち寄りいただきたいと思います。参りますと、右手の方に南上城という駅がございまして、そこをずっと右手の方へどん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 歩いていきます。山手のところにお家が、小さいお家がいっぱい並んでおりますけれども、そこのところにですね、クロスカントリースキーの競技場がございます。ここですね、
ここが南上城の駅ですけど、ここを降りて、1998年 の、 冬季オリンピックの競技場でございました。クロスカントリーの場所でもございまして、いまだにその場所は使われてて、若者たちはスキーに楽しんでいるようでございます。ソチオリンピックですね、去年やったんですけども、指導者として活躍された荻原兄弟が活躍されました。当時のことを思い出ます。この先もっとずっと進行してまいりますと、いくつものスキー場がございます。白馬佐野坂スキー場、白馬五竜、峰型、そういう風にいくつもこう並んでちょうど見えてございますけど、ソチオリンピックで活躍されました笠井選手や渡部選手、竹内選手、またも練習されたハポーネのところにはジャンプ場がございまして、ハポーネスキー場も見えてございます。見えてまいります。また白馬の方は寒いくらいですので、雪がとてもよくって、パウダースノーって言いましてね、外国の方が大変好んで、来られるようでもございます。また白馬の皆様方は、その外国の方はもちろん日本の方もですけれども、おもてなしとして温泉とか食べるものとかいろいろ研究されて、外国の方はうどんとかラーメンとかチキンカツとかコーヒーが好きとかって、とてもそのスキーを楽しむのとともに食べ物もいいと言って、今とてもリラックスしながら楽しみながらスキーを楽しんでいるようでございます。皆様本当に、工夫されているようでございます。左手の方にありますね、五竜岳のスキー場がございますけれども、五竜岳スキー場は夏場もですね、高山植物などが植わっておりまして、夏場も楽しむことができるスキー場でございます。夏場はリフトがちょっと高いとね、乗る方が恐怖になってはいけないということで、そのリフトを低くするためにですね、そこの機械のところに登って、そしてビスを取り除いて下へ下ろすとかって、すごい危険な工事もしながらお客様をお迎えしてやってるようです。またそろそろ雪も降りますので、今度低いのを今度高い方へやったと思います。そんな風にして地元の方々はいろんな工夫をされてお客様のご招待をしているようでございます。もう少し進行してまいりますと、前方の方に八方尾根のスキー場が見えてくるようでございますけれども、今日はちょっと見にくいかと思いますが、左手の上の方からずっと流れてくるようなところにリフトが見えてくると思います。そこが八方尾根スキー場でございます。そこにはまた下にジャンプ場がございまして、有名なジャンプ場となっております。また山々ですね、山々もしっかりと見えてまして、白馬槍ヶ岳とか釈子岳とか白馬岳が見えて、白馬三山で呼ばれております。まもなく白馬駅に到着となります。これにてもんべの会におりますご案内を終わらせていただきます。本日はどうもありがとうございました。
ご利用お待ちしております。